デビッド・マッカラムは、イギリス・スコットランド・グラス号出身の俳優である。1960年代の人気 TV シリーズ、0011、ナポレオンソロの入りクリア金役で知られる。父親はバイオリニスト、母親はチェリストだったので、自分も覚え奏者の道に進むつもりだった。1946年より、BBC のラジオに出演。地元の劇団にも関わるようになる。 18歳で学校を辞めて兵役に着いた後、王立演劇学校に通い始めた。t v シリーズ0011ナポレオンソロ時代1950年代に、イギリス映画の俳役からキャリアをスタートさせた。ロバート・ボーンと共演した t v シリーズ0011ナポレオンソロでの入役リ,リアキ金役で、一役スターダムにのし上がる。本作以外にももろもろの映画作品に出ているが、 この役以上の成功を収めることはできなかった。2003年から2015年、CBS の t v シリーズ NCIS ネイビー犯罪捜査班にスコットランド生まれでアメリカに移ってきたドナルド・ダ・キー・マラード博士の役で出演し、好評を博している。女優のジル・アイアランドと1957年から1967年の間結婚生活を送り、ポール、ジェイソン、 そして、バレンタインの三人の子供がいる。その後、1967年9月に、キャサリン・カーペンターと再婚し、ピーターとソフィーという二人の子供に恵まれている。ありがとうございます。